今回は富士市永田町にある町中華法隆に行ってきました。お店の前には駐車場が2台ほどありました。そしてメニューがこちらですね。麺類、ご飯類、スープ類ととりあえず町中華っぽいメニューが並びます。そして一品料理の方もいろいろあって醤油の身にも使えそうなお店です。そしてお得なセット類も何個かあって、普通半チャンラーメンはあるんですけど、こちらの店ではチャーハンとラーメンのセットがあって、そちらは1300円でなかなかお手頃価格ですね。ということで今回はチャーハン&ラーメンを注文してみました。それではいただきます。まずスープですね。いやー、これうまかったですね。醤油の塩味の中にほんのりフルーティーさを感じて、自分の一番好きなタイプの味でした。麺の方は柔らかめの中細平打ち麺で、これぞ町中華の和風醤油ラーメンといった感じです。チャーシューもトロトロでしたね。そしてしっかり1人前に盛られたチャーハンです。チャーハンの方はナルトとチャーシューがたくさん入っていて、旨味たっぷりで脂っこくなく、それでいてパラパラしてて、こちらも美味しかったですね。ラーメンにはわかめがたっぷり入ってるのもこれ嬉しいポイントです。お店はうなぎの寝床のような縦長の形で、奥の方では地元の常連さんっぽい人たちで賑わっていました。なんといってもスープが美味しかったです。ラーメンとチャーハンを交互に食べるこの幸福感は何者にも代え難いですよね。味も美味しいし、お値段もリーズナブルで、これはなかなか良い町中華を発見しました。本日も美味しくいただきました。ご視聴ありがとうございます。